Okay. というかクラブはどこまで上げてる感じですか？ハーフぐらい。ハーフぐらい。OK。そう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 。今のちょっとポーンと引っかかってしまう時っていうのはちょっと上がってると思います。もう一番いいのはもうゴルフスイングの視点になるんで、体の動きので、まあめちゃくちゃ当たり前の話ですけど、この軸というかスイングのそのいわゆる根幹となる、ね、右足の股関節が視点とするならば、その視点に近ければ近いほどミスはしない。そこから離れてしまうと当たらなくなるんで、そうそうそう、感覚的には、このグリップしてる手が右足のここ右のポケットの位置ぐらいにずっと手があるつもりで、そう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 、打ったらいいです。OK。もう思い切って、もうミスしても全然いい、ね、思い切ってそのタイミングだけ、そう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 、でここで上げんとこうとグッと思えば思うほどシャフトはクラブはこっちグッとしなっていくんですよ。上げようとすればするほどこういってここでこうで、ボールを打つときにクラブがリリースされていく方にタイミングが合ってしまうから体がミス、まあ、それも全然なってないんですけど、この位置にグッと止めておこうとすればするほどいいしなり方、まあ、いわゆるその日本人でやろうとしているこのリリースで、ね、打とうとするタイミングと反対になるので非常にいいです。そう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 、オッケー、これナイスミスです、実はもうそのためにわざわざゴルフクラブってしなる素材を使ってるのに、打っていく方にクラブを解放するようにタイミング合わせるんだったらもう邪魔にしかならないんです。そう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 、ナイス。じゃあちょっと番手変えていきましょうか、ちょっと長いのに。それ何番ですか？おお、3番やん。あ、そうですそうです。一平先輩がね。ナイス。一平先輩よりもめっちゃええだもん。でも。イメージがやっぱり手をヒュッと上げて体クワッとこう回そうとしてるんじゃなくて、この視点の位置
に持ってこようっていうのですごいいいですね。体回してます？回してる意識はあります？そうですよね。もうほんまそうです。やっぱりね、もうほんまに、ゴルフってやっぱりゲームが楽しいんですよ。それをやっぱりそのスイングにチェックポイントとかもありすぎたらもう何してるかわからない。そうそうそう、3番アイアンこれだけ打てたらいいね。ナイス。クラブは絶対に前に出ない。前に出るタイミングでは絶対打たないです。ナイス。ドライバー行きましょうか。もう長いクラブになればなるほどもうここで我慢する力をもう貯める、もうバーン出していくっていうんじゃなくてキャッと貯める方に行ったら絶対大丈夫。これもうこれ言ってみましょうか。シャフトをねこう、まあ、これ釣り竿だとしたらこういう振り方じゃなくてこれがこっちの方にしなるんじゃなくてこうですから、こう構えてここの支点に。これイメージでやってみる。そう、そうそう。投げるときに、そう。投げるときに、まあ僕ら釣りやるときこっちからうわーじゃなくて前、そうそう。前にある状態から、そう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 。めっ。めっちゃしなってる。そうそうそう。そう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 。そうです。それでいきましょう。そうするとうまくいったらこのしならせるのが上げて回転してブリーンじゃなくないから、その地面反力っていうかこの体の反射を反応をこう使えるから一番もう寸も水カマキリも何もマッハブレーキもみんな入ってます。当てに行く必要ない。そう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 。振っていく、当てに行くというよりもこうほんまに掴んでいくみたいな感じの方がいいですよ。捉えるっていう。OK。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので僕の方よろしくお願いします。やめろ、